このスバ。クリス、誕生日おめでとう。ありがとう、みんな。こうやってストレートにお祝いされるの、なんか照れるね。照れることないわよ。今日の主役は堂々としてなさい。この私がわざわざ来てあげたんだから。うん、ありがとう、メリッサさん。例年、エリス様の生誕祭でバタバタするからな。祝える時にしっかり祝わせてくれ。はい、これ誕生日ケーキよ。カズマさんに作ってもらったの。一息で吹き消してちょうだい。一息でってろうそく多すぎない？少ないよりはいいでしょ。サービスでたくさんつけといたわ。普通は年齢の数だと思うが、アクアらしいな。一息で吹き消すと願いが叶うとか言われてるのよね。願いが？そうだな、平穏無事に過ごしたいとか。もうパンツを奪われるのはこりごりだしね。じゃあその願いを込めて吹き消してちょうだいな。わかった、いくよ。あ、一本残ったわね。さすがね、私知ってるもの。こういうのをフラグって言うのよ。幸先がいいな。パンツを奪われる未来が確定したということか。羨ましいぞクリス。嬉しくなんか全然ないんだから。これからも変なことに巻き込まれるのかな。ちょっと、せっかくのお祝いなんだから新規臭い顔はやめてもらえるかしら。そうそう、こういうフラグは気にしないのが一番よ。カズマもよくやってるしね。そうだよね。うん、気にしない、元気出てきた。みんな、ケーキまで用意してくれて本当にありがとう。このスバ。キャラエピソードとこのスバストーリーは、キャラとの絆を深めると解放されます。